込む未来の形。長い長い旅の準備を始めよう。終わることのない物語。
今日は、星宮まま、木更木アイラ生誕さんにお集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。デビューして3ヶ月ほどなのにこんないっぱい人が見れるとは思ってなかったです。ありがとうございます。今日は生誕ってことでみんないつもと衣装が違いますね。そう、みんな好きなのをね今日は着ようっていうことでみんなそれぞれね選んで用意しました。どうですか。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ずっと声がいい。あ、私も。ちょっと靴が怖い。危ないよね。さっきも階段から落ちて。危ないけど。気をつけていくし、はい、まあもしこけても温かい目で見てください。はい。自己紹介。しとけますか。しないね。しようか。どうする。私から、はい、紫色担当のかぐやりさです。よろしくお願いします。ありがとう。青色担当のきさらぎあいらです。お願いします。ありがとうございます。桃色担当星宮桃です。よろしくお願いします。桃さん、はい、じゃあ次のステージは何ですか。ソロ。そう、ももちゃんのソロステージです。次はみんなナーブ知ってますか。おそれやります。よかったらちょっと前の方に。そう、みんな前の方にちょっと詰めてもらう。じゃあ去ろうか私たちは。じゃあファイト。うん、頑張って。それでは聴いてください。ナーブ。
じゃあちょっと恥ずかしい、二人呼びましょうか。りさちゃん、あいらちゃん、あ、来た。お疲れ様です。ちょっと喉カスカスなんだけど、私もめっちゃ盛り上がっとったね。楽しそうだった。お疲れ。ちょっと喉カスカスな私からお知らせがあるんですけど、今日このライブをもって卒業させてもらうことになりました。3ヶ月デビューが10月だったんですけど、10月から3ヶ月っていう短い時間だったんですけど、その3ヶ月の中でいろんなことも学べたし、たくさん成長できたかなって思うので、すごく素敵な時間を過ごさせてもらいました。あと応援してくれたみんなにも、メンバーの2人にもすごく感謝してます。本当にありがとうございました。いやー、こちらこそ本当にありがとうございます。ありがとうございます。それでアイラちゃんのライブが今日限りってことになっちゃったので、明日から、明日もライブあるんですけど、オスフェスに出させてもらうんですけど、明日からは2人で引き続き頑張っていこうと思いますので、これからも僕らのアシムの応援をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。どうね。めっちゃも飛んじゃった。いけそう、次いけるか、いけるか、いけるか、次は3人でカバーしました。2曲、はい、はい、やらせていただきます。はい、どうする、曲名先言っとく。あ、そうだね。1曲目が君に胸キュンさんの夏恋という曲をやらせていただきます。君に胸キュンさんね、なんか私たち の, あのサウンドプロデューサーの方もよく楽曲を提供されてる、たまたまだけどね。アイラちゃんが選んだ曲なんですけど、まあね、大好きな、すごい可愛らしい曲なので、まあね、乗ってもらえたら嬉しい。はい、お願いします。お願いします。で2曲目がフェスティブさんのおいでませ極楽という曲をやらせていただきます。あ、これは乗れるんじゃないかと。お願いします。はい、お願いします。盛り上がっていきましょう。聞きたいんでお願いします。これそう、聞きたいのがあるよね。あのパン、山崎パンの聞きたいみたいなので、私も聞きたい。私も聞きたいので、そう、お願いします。お願いします。お願いします。じゃあまず夏恋から。はい、じゃあ聞いてください、夏恋。雨上がり夕立の匂いに誘われて、空にかかる虹を一人ずっと見ている。
飛んじゃった。
カレンダーが物販で、そうまだ買えます。で、今日ならサインついてます。そう確か、そう、そう今日の物販でカレンダー買っていただけたらみんなのサインつくので、もうね、アイラちゃんのサインになってもらえるの最後なんですよ。最後です。買っといた方がいいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。なんかおー、じゃあもう次の曲行こうか。おー、行くか。はい、じゃあ次の曲行きます。聴いてください、星降る夜に。
上僕らのアンセムでした。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもここで退場なんですけど、今日は写真撮影をしようかなと思っておりま す, いますので、共演者の方いるかないるのかいないのか。お願いします。ちゃんと来てくれてました。めっちゃ汗かいてる。暑すぎて撮ったもん。ありがとうございます。ありがとうございます。どう並べばいいかも。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。汗やばい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お花もらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。やっためっちゃ可愛い。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。誰が言う？ぶつか。いらん。誕生日だから。死んでも。あ、じゃあももちゃん言うか。せーの、はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛い。ねえ、すごい可愛い。可愛い。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。この後また特典会でお会いしましょう。ありがとうございます。以上、僕らのだね。